じゃあテラちゃんの予防注射ね。じゃあテラちゃんの体重測ります。様子はどうですか、食欲。すごい元気ですよ。あら、見姫は目がなんかちょっとこの子、片目悪いんですよ、引き取った時から。はい、はい、体重測ります。2200。あ、倍ぐらいになりましたね。あっという間になんか大きくなった。この時期は本当に大きくなりますね。今ね、ちょっとこっち向いてもらおうか。はい、じゃあお熱測ります。今はキャットフードですよね。そうです。どこのキャットフード食べてます？ここでなんかサンプルいただいたやつのやつです。はい、そうです。サイエンスダイエットの、じゃあ子供用かな。はい。1日何グラム食べます？前の体重の時に30ですよね。30グラムを2回ぐらい。そうそうそう、60グラムぐらい。はい、そうですよ。今日は食事は1日2回ですか？2回、朝晩朝晩。割とすぐ食べちゃいます？すごい食欲がある。本当いいですね。からうんちは1日何回出ますか？2回か3回ぐらいしますね。2回か。普通のうんちでですね。はい。はい、それもとてもいい。ちっちゃいから。ちっちゃいうちは。うち生猫もいるけど、1日1回ぐらい。生猫、大人になると1回。うん、若いうちは2回、3回。今度3回ぐらいしてる。いいですね。おしっこは何回ぐらいしてると思います？おしっこはよくわからないですよ。かなりしてると。まあ、おしっこもね、3回までが正常です。はい、です4回以上してるんだったら、もしかしたら膀胱炎とかある可能性があります。栄養状態、前はちょっと痩せてましたけど、ちょうどいいぐらいになってきましたね。はい、じゃあ体温。38.4 度。平熱ですね。8度5分ぐらいが平熱です。次、脈見ます。内股でこう触ると脈が分かるんですけどね。そこを触るのね。ここ、そう。そうするとこの辺で分かる、触れます。その脈、何回打ってるかをちょっと見ましょうか。6秒で12回ぐらい。だから1分間で120回ぐらい。脈圧もしっかりしてると思います。はい、ごめんね、鼻水出てる。この子くしゃみします？時々するかもしれない。とりあえず毎日、ここでいただいた、こっちの目悪いので、うん、なんか急に悪くなっちゃうかもしれないけど、インターフェロンをずっとやってます。やってます？うん。1日2回ぐらいインターフェロンした方がいいですね、この鼻水は。で、インターフェロンだけで治る子はそれでいいけど、あんまり治らない。治るっていうか、もともと目悪いけど。目も悪いんだけど、ここ鼻水出してるでしょ。鼻水が、出てるわ。ね、こっちも。はいはいはい。だから、これは直さないとダメなんですよ。これって部屋の温度寒いからですか？っていうか。何度です？27度ぐらいなんですけど、ずっと冷房入れてて、まあ、日頃はケージの中に入れて、時々出してるけど、ケージの中は。まあ、27度で、ね、寒くはないと思いますけど、これ感染があるんだよね。やっぱそういうところから。そう。はい、次聴診しますね。インターフェロンの点眼薬は持ってらっしゃるわけ？いや、もう今日なくなったんで、それでいただきに来たって、うん。じゃあそれも出しますから。ワクチンのついでにいただきに来ました。はい、聴診は呼吸の音と心臓の音を聞きますが、心臓の音も呼吸の音も正常範囲だと思います。はい、それからこうやって皮膚をね、こうやってつまむとさ、うん、戻るでしょ。ああ、戻る。これ具合が悪い子は戻るのが遅くなってきますから。うん、からあとこうやってつまんでこうやってやるのね、これマッサージ効果があります。リッピングっていう。気持ち悪い。それからあとね、ついでに言っとくとね、ここ目の上。ここリラックスのツボなんですよ。人間って人間と一緒ですね。こういうところがやると気持ちがいいからさ、そうだね、うん、こういうのも吸っとくといいですよね、あとまあ猫ちゃんここだけじゃなくても顔はどこでもいいんだけど、特にここね、はい、この耳にしてください、はい、臭くないね、はい、耳臭くなるんですか？外耳になると臭くなりますね。この鼻水はちょっといかんですね。あと口も
ちょっと匂う。はい、わかりました。じゃあ予防注射打ってちょっと歯磨きしますね。打ってからね。3種混合の予防注射打ちます。すぐに捕まえられるからいいんだけど大きくなったら三種混合は実は言うと猫の風邪、はい、ウイルス性鼻気管という風邪、鼻水が出たりねする病気と、それからあとカリシウムス感染症、口内炎ができるタイプの風邪が猫半白血球減少症、猫パルボといって嘔吐下痢して白血球なくなってこれは死んじゃうんですけど、その3つが予防できます。爪も一回切ってもいいです。まあ、お願いしますけど、はい、なかなか自分1本か2本切るとすぐ逃げていくっていうか。なるほど。10分になったら教えてね。ビデオね。はい。で先にワクチンを打たさせてもらいます。ごめんね、ちょっとシュッシュッて。頑張れ。細い針使ってるから多分そう痛くないと思うんだけど、よし、はい、OK、じゃあちょっと先に締め切りましょうかね。長いね、はい、ごめんね、つむき出して、ね、すごい長い、結構たくさん切ってもいいんですか。そう、ここまでね、血管と神経が来てるんですよ、うん、その先は大丈夫、うんうん、出血すごい、なんか1ミリぐらいのとこ切ろうと思ってるけど、もうちょっと足の長さもきついんですよ、足の長さもちょっと伸びてるのかな、だから成猫が1匹と3匹こういうこの程度このぐらいの。成猫って何歳なの？うん、それも慣れたんで、でも引き取ってから7年か8年経つから。じゃあもう成猫ってもうシニアなんだ。そう、おばさん、メス猫なんでおばさんですよ。じゃあ関係は大丈夫です、このその子って。最初はすごくもうなんかストレス感じてたけど、今はもう慣れてきました。この子たち返そうかと思ったぐらいに、イライラしてたけど。そう、年齢がそんだけ違うとさ。でも、今は良くなりました。良くなりました、うん、じゃあ良かったですね、慣れんこもいますんで、ね、はい、それから肛門腺も出しますね。はい、じゃあちょっとお尻ね、ここに肛門があるんですよね、はい、と両横のこの辺もちょっとごめんね、しっかり持つ。ごめん、さすがにこれは嫌です、ね、こんなにたくさん出ました。はい、もう一回ね。はい、ちょっとお尻拭きますね。痛かったね、ちょっとね。はい、よいしょ、よいしょ。はい、ちょっとこれ刺激の少ない消毒薬で、ちょっと拭いて、肛門腺脂肪とギュッとやってるからお尻が炎症を起こすんで赤くなるんで、ちょっとこのT3 オイル、炎症を沈めるサプリメントね。これ出すと どうでしょう、前説明していただいて、ええ、なんかいいこと、あ、いいこと、要は溜まりすぎちゃうと、うん、ここで炎症が起きちゃう、うん、で、若いうちは ないんだけど、それが7歳以上になっちゃうと破裂する子もいます、うん、特に太ってる子では、うん、だから絶対、ですね、で目薬ね、これ鼻水も出てるからさ、もう1種類刺してもいいですよ。うん、インターフェロンは1日3回させますよ。3回は無理だ。朝晩やってるんですけど、朝晩もう1回、うん、目と無理だったら1週だけしてきますけど、ごめんね、嫌だよね、いいよ、目と鼻にね、トントン、これ
これ抗生物質なんだけど、だからこれは3回はさせてほしいんだよね。3回以上かな。させるんだったら抗生物質も出します。無理だったらインターフェロンだけにしようか。インターフェロンだけにしましょうか。いいですね。じゃあインターフェロン先生2本出してもらっていいですか。もう一あと2匹こういうこの程度の子がいて、うん、鼻水ぐちゅぐちゅ出したりするから一緒に刺してるんですよ。なるほど、いいですよ。そしたらね、インターフェロンさ2本出しておきますけど、1本は凍らしておいてください。はい、前冷凍でなくなってきたら冷蔵庫に入れれば取れますんでね、はい、それからあと歯磨きもさ、はい、ごめんね。注射でもこっちは大事なんですよね。一番上の子はずっと歯磨きができてるんですよ。今この子たちがこの歯磨きのこのペーストをちょっと慣れるようにこうやってたまにこうやってて、よしかったよ。あとはちょっとコンディショナーかけて溶かしましょうか。どうした？あと他はメスなんですけど、ちっこい子は、うん、この子が一番男の子、男の子、可愛いね。それ聞いてもらっても大丈夫。じゃあ